はいどうもこまるわです。まず最初のコース、マリオの新しい相棒、敵を操作してクリアするコースみたいです。やってみたいと思います。やっていきましょうか。おレッツゴーかな。レッツゴーやっていきましょうか。もしかしてさ、これ毒が味方になるのか。10コインありがとう。敵って言っても何の敵か分かってないからね。いや、いい敵がいいな。仲間になって、わーマジか、毒か。おいでこっち。おお、なんか倒したね。めっちゃ喜んでる。ちょっと待って、可愛げあるなこいつ。なんかあの猫みたいなツンケンタイプじゃなくて、普通にちょっと待って、助けてあげて、普通になんか犬みたいな喜んでくれるタイプのあれだね。でこれはここで待ってれば、さらにジャンプ力が高まってこっち。おおナイス。え、どこ行ったの。あれ、僕の相棒いなくなっちゃった。とりあえず入ってみたらいるのかな。え、名前つけ、待て、さっきのやつはなくなってる。とりあえず右行ってみるよ。いなくなっちゃったんだけど。あ、ここは別に何でもないのか。こっち移動してるだけ、何もいない。え、どれがどれなんだ。とりあえずジャンプしてみて、僕今ここにいるんだけど、ちょっと見えるかな、下画面見たら多少いるでしょ。あー、なるほどね、このモグラが味方。あの毒はどこ行ったんだ。え、でもこっちの方が楽しそう。このモグラの動き結構好きなんだよね。アクション要素があって、右へ行ってダーって左へ移って、このスクロールが、なんならスクロールバーみたいなやつが敵なんだ。でくぐっていって、でこれはどうするんだ。あ、え、ジャンプとかできんのか。あ、普通に行けたね。なんかで右行って、おお、バカ、今一番右にいると思います。自分が見えないな、今ここにいるのか。でこの辺に行けばいいかな。バカ、え、お前死ぬぞ。え、死なないのかな、あの辺だったら。あちょっと待って、相棒っていう扱いじゃなかった。普通にお前サイコパスだろ。勝手にもうなんか道具のように扱ってたぞ。じゃあ行きましょうか。さあ新しいステージ行きました。次の被害者は誰でしょうか。ええ、このボールってついてくるの。ひっくり返して、これ倒さないように行けばいいのかな。普通に落として、時間制限がある感じかな。こう行って、はい、切り替えて、どうやったら爆発っていうかなくなるんだろう、これは。とりあえず、おお、ピタッコラスイッチみたいになってる。で鍵ゲット、ありがとう。もうあいつは敵でもなんでもないけどな、なんならもうギミックだけどな。ラスト行きましょうか。中間地点ありがとう。中間地点あるのか、難しくなってそうだな。さあ何が来る。いや、いいものが来てほしいな。月ん、なんだ、どこに何があるのかよくわかんないけど、USA キノコってこれジャンプするんだ。はいはいはい、おお、僕は操作してる。普通にジャンプしたらタイミングよくジャンプしてくれてる。あー、やり直しになっちゃった。どっからだこれ。右へ行って左に行って、一旦一番左まで行かなきゃいけないな。さあ頑張って歩んでいくんだ意味わかんないけどなこいつ、なんで足生えてないのにこんなに歩けるんだろうね。はい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 、でジャンプして月をちゃんと眺めてからジャンプと。こいつもなんか思うところがあったんだろうな。普通になんかマリオに食われてるばっかじゃダメだ、自分でも歩まなきゃって、まあ、その割にこいつめちゃくちゃ下手くそだな。うまく歩めてないから、多分これじゃクッパを倒、なんだこのさ低い壁、ここの天井低すぎてもう欠陥住宅でしょ。 OK 行けた。でこれジャンプかな、ジャンプして、あ、なんか食われたんですか。あ、タイミング見極めろって感じ。いやー、いけんのかなあれ。一回落ちればいいけど、いやこれ一番楽しいな今までで。あれだよ、今までっていうのはこのコースの中でって意味じゃなくて、生まれてからもう人生で一番楽しいわこのコースが。どんだけかわいそうなの僕。で切り替わって、あ、なんだこれ、うわー、僕読めないんだよなこれ、 B なのか G なのか。ちょっと待って、遠目で見るわ。 G だろうな、 G だと思う。いやそんなことはないか、 B か、もうどっちでもいいや。ボーナスだ、ボーナス B だね。さあ入っていきました。でちょっと待って、遠目で見るね。ミュージックだねこれは。あのね、なんでこの英語が読めないかっていうと、モニターがでかい割に顔が近いからさ、なんだこの字はっていう、なんて言うんだろう、近い、もう近いから曲になってる。すげえ、この作者さんすごいぞ、曲まで作れるんだ。はい、ありがとうございます。続いてのコース、今日からリモートで敵を倒します。さあマリオの世界もリモート機能ができたらしいですね。リモートワークやっていきましょうか。スタートって書いてあるね。遠隔操作で敵を倒すコースなのかな。やっていきましょうか。オンオフを一回切っあ、そういう感じね。まあ確かに遠隔でスイッチあるけどさ、あ、そういう斬新なコースなんだ。
てかもうテレビ画面みたいな、あ、モニターの中になってるね。確かにこれでワークするのか、なんかバグを消していくみたいな感じだろうな。デバッグ作業、おお消えてった。こうやって新たな鍵を手に入れる、キーを手に入れる。なんかじゃあパスワードを解いてるようなもんだね。でこれをとりあえず挟むのか。あーちょっとなんか端で挟むの、え、もう一回やりたいな。今の真ん中で挟みたかったな。ちょっと腑に落ちないな。サウスセーブか。ありがとうございます。これを切り替えていけと、セーブ点点点って書いてあるね。じゃあ行きましょうか。これはオンオフ一回切り替えてみるね。どういう仕組みだろう。あーなるほどね、のこのこ移動させていってみたいな感じ。あーちょっと待って、おいで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 、ちょっとタイミング難しいじゃん、ちょっと難しいじゃん君。一旦行くの待ってれば大丈夫か。なんか雲消えたけど大丈夫そうかな。オーケー、おー、ナイスナイスナイス、オーケー、入っていきましょうか。何のために移動したんだろうな。普通にゲームの中でゲームやってる感覚なんだけど。これは一回切り替えて、あーなるほどね、ボム兵運べみたいな感じか。とりあえず出てきたの、はいはいはい、え待って、これ楽しいんだけど。あまだかまだかまだか、はいはいはい、で今爆発、オッケー、うまい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 、ストレートにいけると一発で、オッケー一発でいったね。で入っていくとめっちゃ鍵もらえるじゃん。これなんかさ、鍵使い捨てじゃなくてよくない？え、なんか今バグってなかった？あ、そこだけ乗れるのか。とりあえず乗って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 、はい、うまいと。あー、そこもいるのね。オッケーオッケーオッケー。はい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 。おー、なかなかタイミングが難しいね。リズム天国してるみたい。はい。オッケー、まだあるな。もう一発か。はいはいはい。せーの。あははは。じゃあもう一回もう一回。はいはいはい。いくよ。はい。はいはい。ドーン、オッケー、クリア。マジでリズムゲーな。ボス、ボス、ボス戦、謎のボス戦なんだけど、フラワー取っていきましょうか。え、初めて見たんだけど、あのおじいちゃんみたいな。どういう仕組みだ。これ切り替えて切り替えて出てくるから、はいはいはい、とりあえず敵の弾を見つつだから難しいな、これ。今か、まだだな。ちょっと待って、避けの方が難しいんだけど。はい、当たってないの今。今の当たってないの疑惑なんだけど。はい、結構難しいな。しかもこれ避けれないし、ほぼほぼ出てこないかな。あ、出てきたね。一回とりあえず切り替えておいて、まだ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 、今オッケー一発目だね。3回やらなきゃいけないのか。それはもうちょっとフラワー、これ避けれなくない、この場所。とりあえずあのフラワー取らないと。うん、もうこれ死ぬね、ここ死ぬね。さあもう一度挑戦していきましょうか。下が結構アンチだったりするのかな。とりあえず切り替えておいてしゃがむ。もうちょっとだな。でもここにいないと結局攻撃できないのもんな。もうちょっと下がってくれないか、お前。あー難しいな、難しいな。もうちょっと下がってくれないと、飛んでる間はダメだし、これを避けつつ今、あーダメだな、難しいな。やっぱリモートワークって普通の人にはできないんだな、そういう資格を持ってないと。ちょ待って、これガチ死ぬかもしんない。待て、落ち着け、軽く召喚。うん、でこれ避けてフラワー取っていく。お、あー出れない風になってるんだな、ちゃんと。上だったらいける。ちょっと待って、ガチで強いんだけど敵。強いっていうかさ、避けが激しすぎる。攻撃する余地がないんだけど、まあ適当にこれ切り替えてればなんとかなるか。おお、なりそうだね。じゃあもう避け重視でずっと切り替えておきます。てかここアンチじゃない、マジでアンチじゃない。この辺に一回いて、で安全そうになったらまたこれ上がって切り替えて、微妙だな。でここ一旦避けるでしょ。で今いけるから、とりあえず切り替えておいて下がると。もう下がるムーブ大切。オーケー、おー、うまう、いけるかいけるか。あと一発勝負、お互い一機しかない。ちょっと待って、緊張感高まってきた。どっちも一機の勝負、1対1。オッケー、勝った。え、てかあの泡みたいなやつ消えるんだね、倒したら。正解か、50。なんか報酬が手厚い、命をたくさんもらえるんだけど。でこれクリアかな。オッケー、クリア、ありがとうございます。